村山市中心部付近の空中写真。1976年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。葉山村山市は山形県中央部にある人口約2万3000人の市。旧北村山郡及び西村山郡の一部、東西に広い形をしており、 東西を山に囲まれ、中央には、もがみ川が北に流れる。もがみ川はかつて周雲の道として使われており、当時、三南所と呼ばれていた、五点、三、下勢、旬が村山市内に集中して存在する。年間平均気温は11度前後。冬の寒さは厳しく、気温が、零下15度を下回ることもある。夏は暑く、寒暖の差は、 大きい盆地型の気候である。極地歴代市長山形県立立,立岡高等学校村山市の図書館は地元名士の基礎玄太が開館させた基礎図書館に始まる。木早は進学のために東京にいる間、たびたび東京書籍館を訪れては本を読んでいた。その経験から図書館の有用さを体験し、地域への奉仕のために図書館建設の意思をあらわにした。 木早の図書館は、自宅周辺の土地1,155平方メートルに建てられることになり、1918年5月7日に工事が着工、翌年9月20日に竣工、その建設費用は116,400円を要した。図書の購入にも木早の資材が投入され、最終的に図書館の開館に要した費用は、約16万5,000円にも膨れ上がった。 1920年10月10日に、寄贈図書館は開館の日を迎えた。開館にあたっては、当時の東京大学附属図書館長、和田博吉、山形県知事、与田圭次郎が、式典に出席し、日本図書館協会長、坪谷善史郎が、祝の死を送った。1923年に、図書館は、財団法人寄贈図書館として、認可を受け、 補助金が降りるようになったが、その後も資材が投じられている。1947年、立岡町に簡易裁判所と区検察庁が設置されることになったが、庁舎に適した建物がなかったことから、基礎図書館に同居させられた。この同居により、図書館サービスの質は著しく低下し、貸し出しのみの業務となった。1949年、図書館建物が、 裁判所の所有になるという噂を聞きつけた町は、図書館を町のものさせてほしいと願い出る文書を図書館側へ送り、1951年4月3日に、立岡町へ図書館が寄贈された。立岡町に寄贈図書館が寄贈されたことで、図書館は立岡町図書館と改名された。村山市が誕生すると、村山市立公民館図書部に改名され、 1979年にようやく村山市立図書館として開館した。2016年現在は古式派プラザに入居する形で図書館が運営されている。移転後の休館は1億円以上を投じて全面的な改装を施す案、4000万円程度で規模を縮小した改装を施す案、同額程度で閉鎖書庫とする案、1000万円程度で取り壊し、 跡地を公園とする案が上がったが、町内会が廃墟化を恐れたことから、取り壊す方向で決まり、取り壊された。村山駅山形新幹線の村山駅がある。なお、村山駅は、山形新幹線の山形新城間開通に、合わせて、1999年12月4日に、立岡駅から解消された。市域内に空港はない。最寄りの空港は、 東根市の山が空港である。大石田町や小花沢市と並びそばの実の生産が盛んであり、村山市の西部には、もがみ川を挟んでもがみ川三南省そば街道が存在する。田舎そばとして知られる板そばを提供している店が多い。引っ張りうどんの発祥の地でもある。ありがとうございます。